9人組た国籍ガールズグループ TWICE のサブユニット MISAMO のセカンドミニアルバム、オートクチュール、の最新ビジュアルが話題になっている。MISAMO は TWICE の日本人メンバーであるミナ、サナ、モモから構成されるユニット。ユニット名は3人の頭文字を組み合わせたものとなっている。話題になっているのは10月30日発売のセカンドミニアルバム、オートクチュール、のビジュアルだ。 特に普段額を出しているサナが前髪を作った写真には多くの反応が寄せられている。新ビジュアルにネット上では、かわいすぎるって、いつぶり、マジかっこいい、サナちゃん前髪、とんでもなく美人、アニメキャラクターみたいなどの声が寄せられている。